自動車産業は今大きな変革の時を迎えています。 AI 技術や SDV の導入が進み、新たな成長の可能性が広がる一方で、多くの課題にも直面しています。こうした変化を支え、次世代のモビリティを実現するために重要な役割を果たしているのが BOSCHXC の先進技術です。 XC は先進運転支援システム、 ADAS やコンピュート分野の技術を通じて自動車の未来づくりに貢献しています。私たちはハードウェア、ソフトウェア、ファンクションに関する豊富な知識をもとに、質の高い製品、サービスを提供しています。これらのソリューションは次世代の車両のニーズに対応するために設計されています。世界中のお客様が全て同じ要求というわけではなくて、ハードウェア単体であったりソフトウェア、システムといったさまざまなビジネススタイルで開発をさせていただいております。で、我々としては開発を集約するためにプラットフォームと呼んでいるところでお客様の仕様を入れていくという開発スタイルを取り入れております。その中で開発中にお客様の要求をアジャイルを導入してスピーディーな対応というところを心がけております。今後もそうやってアジャイル開発というところと日本のお客様の要求というところを合わせた形で開発をしていきたいと思っております。BOSCHの技術的な専門性とエンドツーエンドのシステム理解は単なる技術提供者にとどまらず、 GM とって信頼できるパートナーとして機能します。BOSCHの深いシステム理解により問題解決が迅速に行われ、最終には GM の競争力向上に寄与することが可能です。私が所属しているチームはプロジェクトマネージメントの集団でありまして、どの OEM 様のお仕事が来るとかアサインされてみないとわからないっていうところでもあるので、新しい製品の知識なんていうものを常に勉強するような姿勢で仕事に臨んでいます。そういうスタイルだからこそ、この部下の時代にとって OEM 様に対しても手厚いサービスを提供することができるようなチームなんじゃないかなっていうふうに思ってます。より早いサイクルで車両の開発を実現、また車に付加価値を与える SDV を実現するためには、新たな E アーキテクチャが必要になります。特に AD、ADAS の開発において、どのようなソフトウェアが認められるのか、またそれに対して開発手法や環境など、さまざまな点においてグローバルのお客様と議論をしています。 BOSCH はセンサーサプライヤーだけではなく、システムサプライヤーとして今まで多くのグローバルのお客様と一緒に開発量産実績を積み重ねてきました。そういった経験がある中で、お客さんが気づいていないさらなる市場価値のニーズに合わせた、トレンドに合わせたご提案ができる、そちらが我々の BOSCH XCJP の強みであるというふうに感じています。BOSCHは外資でありながら日本に開発拠点があります。それによりソフトウェア、テストなどを日本主導で行うことができます。よって中身のあるシステムサプライヤーとしてお客様に貢献することができます。ソフトウェア、ハードウェアともに全て再利用可能なパッケージ化しているものを開発しているところだと思います。先行開発のものであったり、研究のものであったり、量産のものを組み合わせて使用するんですが、どのソフトを使ったりハードを使ったりしても共通の仕様で使い回せるっていうのを実感できています。世界の各拠点があるところが弊社の特徴だと思うんですけれども、実際に国内でもお客様の近くに営業所を構えているという点が挙げられると思います。問題解決であったりとか、将来のビジネスについて率直にお客様と議論することができていると思います。すぐに駆けつけられるフットワークと顔を見てお話しできることで得られる信頼関係は、何者にも代え難い価値があると私は考えています。私たちは本社を横浜に構え、より効率的で柔軟な体制を築き、顧客志向の組織づくりを進めています。さらに日本市場に向けた開発を加速し、地域のニーズに迅速に対応できる環境を整えています。私たちはモビリティの未来に向けて革新的なソリューションを提供し、
次世代の車両開発を支えながら、より安全で快適な未来を創造していきます。